なかなかでも、あゆ選手も生まれないでしょうね。そうだね。はい。まあ、上手いっていうのは分かってたんですけど、うん、一緒にやってより分かりましたね。ヒデさんの部屋トントンでして。え、もう勇気あるの？2時間半かけて、うん、もうシュンさんが常に車で乗せていってくれた。2時間ぐらい何喋って。いや、僕寝てるんですよ。え僕寝てるんですよ。おじやそ、前園正清のおじさんだけど遊んでもいいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、外じゃなくて、うん、遊びではなくて、結構真面目な感じで、うん、はい。いつも真面目ですから。はいはいはい。ありがとうございます。はい、先ほどは時計を、はい、はい、見てきましたが、はい、今回対談です。対談ね。はい、うん、素晴らしいゲスト。本当ですよ。はい。はい、まあ、おじさんじゃないんだけど、だいぶ俺下ですから。はい。よしとえ、グレーハーイ大久保よしと来てもらいました。お願いします。嬉しいね。ありがとうございます。お疲れ様。ワールドカップ期間中は結構あってね。はい、そうですね。会いまして、まあ、お仕事も。前田さんもね、忙しかったですから。日本で。いや、あなたもずっと向こうにいたじゃない。向こうは向こうでめっちゃ。どうだったの？あんまりほら、はい、あんまりその辺のことは聞く時間もなかったから、そうですね、もう、そうですね、忙しくて。向こうはもう練習、代表の練習見て、見てそこからほら中継入って。中継入って、はい。でも中継のためにまたこうやって出てこなきゃいけないでしょ？はい、うん。けど、中継もほら何分か、2分とか、そんなもんなんで、はい、楽でしたね。楽でした。日本にいる人はかわいそうだなって思いながら、もう夜中から朝まででしょ？はい、前田さん、そこからまた違う行くじゃないですか。でも日本に帰ってきて、ちょっと大変さがなんか分かったでしょ？分かりましたね。いや、僕はもう行ってよかったなって思いましたよ、マジで。そうだよね、はい。向こういると意外とね。意外と。そうなんだよね。はい、楽でしたね。うわお二人ってこう、どういう接点が？もう僕はもう前田さん知ってますから、もうフリューゲンスの、あの前田さんのユニフォーム買ってますから、僕。中1の時。中1かな中1か。中1か。フリューゲンス大好きで。もうプロ行くなら俺絶対フリューゲンスに行きたいってずっと思ってた。あ、そうか。でももう、チームが、はい。そうなんです。なくなります。中学生の時は、オリンピックだからなんか代表で前田さん決めた時もうすごい真似してたもん、はい、かっこよかった日本がこれ本当にもうすごい人でしたからこれね、これね、長崎来たことないですか国見の国見、まあ、しょっちゅう行ってたよ、試合あそこのグランド、そうですね、うん、俺はね、まだこれ言ってないんだけど高校行くときに、うん、実は国見に行きたかったんですよ。で、国見に行きたいか、まあ、これ、果実っていうのもあったんだけど、憧れが国見だったんですよ。で、うん、俺連絡したんですよ。俺が連絡したんじゃなくて、親が。はい、でも、親も一緒に引っ越さないとダメだったんですよ。確かに、確かに。それが無理だったんですよ、現実的に。そう。そうなんだよ。だから、まあ、だからって言ったらあれだけど、もちろん果実はね、毎年出てたから、でも、国見に行きたかったんですよ。で親も一緒に、まあまあまあ、転移というか引っ越さなきゃいけないっていうのはそれがまあどうしてもやっぱ無理だったから行けなかったんですよ。それもし行けてたら行ってました？行ってました。マジ行ってた。どういう選手を選ぶのか楽しみなんですよ。多分一緒にやってるメンバー含めてだと思うけど、はい、年代も違うし、でヨシトの目線も違うだろうし、はい、うん、難しいですよね、これ。だって、ヨシトは下のカテゴリーはどっから入ってたの、代表は。アンダー18っす。18から入ってんだ。はい。18から入って、まあ、そこからずっと代表までやってる選手もいれば。そうですね。あと、オリンピック。オリンピック。フル代表でしょ？はい。ワールドカップあるでしょ？はい。だから、まあ、そういう年代でやってますから。そうですね。で、合わないやつもいただろうし、ヨシトも、はい、いい選手。あの、うまいだけじゃないから、そうですね、いい選手はいるけど、うん、サッカー感もあるからね。あります、あります。これは。あるんですよ。一緒にやってない人でもいいですもんね。いいですよ。あ、いいですよ、それは。キーパーは俺も毎回これブレないんですよ。お、誰ですか？松永重達。え、一緒には？いや、やってないです、やってないです。なんでそれは？松永さん、もう日産時代から。そうですね。え、いや、なんか代表とか見てて。じゃあ、それはもう幼少期から、ね。はい、もう小さい時。はい。キーパーとかするじゃないですか、自分が遊びで。はい。はい、もう常に真似してたんですよ。俺は松永茂達って。そうなの？はい、真似してたんですよ。で、すごい、まあ、うまかったじゃないですか。うまかったよ、もちろん。だからもうイメージがすごくて。あの頃の年代、まあ、代表含めてやっぱ松永さんだったね。そうですね、うん。それを忘れられなくて。それはもうじゃあ変わんないんじゃん。それ変わんないんですよ。
もういっぱいいますよ。いっぱいあるでしょ。奈良さんとかも、お吉勝さんとかもですけど、重達。いや、重達ってだめでしょ。そこはもうぶれない。そこはぶれないです。じゃあその多分幼少期の印象がやっぱ強いんだろうね。めちゃくちゃ強いです。自分も真似たりしてっていうところが、はい、めちゃくちゃ強いです。あ、これはちょっと意外だったね。はい。なんとなくやっぱ一緒にやったメンバー、うん、聖吾とか、はい、そうですね、まあ吉勝みたいな出てきそう。はい、おお、なるほど、面白い。ディフェンスいきます？センターぐらいからいきますか？センターバックはやっぱりこう一緒に、そこはね一緒にやったメンバーかなって、心強かったっていうか。あ、心強いっていう意味で。はい。うん。もちろん対戦もしてるわけです。対戦もしてる。対戦はもう今から挙げるのは、うん、対戦はめちゃくちゃやりやすかったんですよ、俺からしたら。あれやりやすかった。対戦はやりやすかったの、かもってたってこと、はい、まあ、よく点取ってましたでも味方になるとどうも頼もしかった、かなり。ちょっと誰かな、ですか。はい、トゥーリオ。あー、トゥーリオ、はい、一人目全部トゥーリオ。あー、こう、まあ、やりやすかったんですよ、うん、あいつ遅いじゃないですか、だからキュッていけるんですよそうだね、はい、まあそのスピードっていう意味ではね、そうです、うん、だからやりやすかったんですけど、うん、代表とかの時はもう、うん、ほぼほぼやっぱやられないから。確かに。で、あいつ後ろからつなげるんですよ。そうだよね、はい、それだからあの年代ぐらいでこうそこからしっかりつなげるってなか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 ないですね。中澤佑二はつなげないしね。そうですね、水沢はつなげない。だからその分トゥーリオがつなげましたからそうですね、はい、そこがやっぱり、あ、そうなんだ。味方としてはもうやりやすかったし。やりやすかったですね。敵としてもやりやすかったですね。一人目ツーリオ。はい。もう一人は、はい。いや、ユージさんです。ああ、ユージ。はい。敵としたら嫌だった。やりやすかったんですよ。あら。え、ユージさんも、まあ、あまり速くないじゃないですか。うん、まあ、でもそういうタイプはじゃあもう結構やりやすいんだね。やりやすかったんですよ。スピードとか。はい。ユージさんでも、結構読みが鋭くて、はい、は嫌だなって思う時はあったんですけど、うん、まあ、基本やりやすくて、うん、でも代表の時とかもうセットプレーも強いしガツガツいくし、はい、はあ、心強かったですね、この2人だ。この2人、ああ、面白いね、うん、じゃあ右サイド、これ悩んだんですよね。もうだからまあ吉野はまあもちろん代表でも長いけど、まあ、フロンターレとかっていうのもあるし、はい、まあ、いろんなそのクラブチームでもあるし、そうですね、これ悩みますね。いっぱいいますからね。 あいっぱいいる、はい、けど、まあ、その中では、はい、コマの、あ、コマちゃん、はい、コマちゃんのマジでセンタリングクロスね、クロス、それみんな言う、めちゃくちゃいいんですよ。合わせやすいというか、うん、優しい、優しいんだ、はい、でこう速いボールで流すのもなんかキックがうまいんですかね、うん、めちゃくちゃいいボールで打ちやすい。あ、これ来たって思う。ヨシトが思ってるタイミングでやっぱ出てくる。はい。と、あとボールのスピードと、うん、ボールの高さとあったり。あ、そうか、スピード、高さ。はい。状況によって。状況によって。もう蹴った瞬間に、あ、これ入るわって思うようなボールを出しますね。はぁ、そうなんだ、はい。結構それみんな言うんだよね、コマちゃんのやっぱクロスの質は。うん、そうですよね。へぇ、コマちゃんもああいう性格なんで、はい、言ったら言うこと聞くじゃないですか。ここに出すの狙っとけよと、はい、はい、出すよって言ったらもう絶対出しますから、はい、その点に関しては、じゃあ右サイドはもうコマちゃん、コマちゃん、ウッチーじゃないね、ウッチーも良かったですけどね、でもやっぱりコマちゃんは、まあ、僕はアンダー18からやってますから。そっか、ずっとやってるしね、うん、そうなんですよ、忘れられない。なるほど、はい、じゃあ逆に左サイド、左はね、やっぱ一緒にやった長友ですね、うん、長友上手くないじゃないですか、あいつ下手じゃないですかいやいや、まあまあまあ、その器用さはねないでしょ、身体能力とこの前後、うん、まあ分かりますよ、はい、あの運動量と、運動量と、うん、もうそれは僕が南アフリカの時に左サイド、はい、あいつサイドバックで、サイドバックやった時に、あの時はまだ長友はだってまだ、そうですね、まだ入ったばっかりで若いでしょ、そうです、はい、若くて、で、まあ、左サイドで僕にボールが入った時は、うん、絶対こう行ってくれるんですよ。それも話してて、うん、お前行けよって、必ず、はい、必ず行けって、うん、あの多分ほぼ出さないけど走れって言ったら絶対走るんですよ間違いなく走るんですよ。まあまあそうだね、はい、うん、そういうやつなかなかいないんで、確かに、はい、だからあそこまで行けたんだなと思うし
はい、俺ら前だからいいですよ、はいはい、そうですね、常にオンにいて、はい、そうですね、はい、でもサイドの選手って上がるけどさ3本のうち1回出てくるか出てこないかじゃん。 ね、それをおとりにして俺ら中にいたりするでしょ。絶対嫌だよね、俺らがあのポジションだったら。絶対行かないですもんね。絶対行かないですもんね。出てこなかったらもう嫌だよね、はいはい、なんか分かるじゃないですか、これから出てこないなっていうのは。もうそしたらもう行かないですもんね。ね、やっぱ長友ぐらいの、 あの上限度をハードワークできる運動量の選手はやっぱいなかったですか。いなかったですね、うん、それでまた守備もできるし、はい、そうなんです、やりやすかった。じゃあボランチあたりからあの辺の位置、中盤、あ、ボランチ行きましょうか。ボランチ2枚ちょっと考えて、いろいろやってると思う、はい、本当にルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。1人目は稲さんは、うん、まあまあ体力もバーンってありますし、やっぱ力強さっていうのが良かった。よかった。なんかあ、これ戻らなくても取ってくれるなっていう。よしとは、稲とはどれぐらいや、どれ、稲さんは、うん、僕が一番最初に入ったのは2003年だったんで、3年から2010年。あ、結構じゃあ。やりましたね。うん。で、その後フロンターレでもやったんで、はい、長いですね。確かに。はい。稲さんはその、本当ボール奪う力。奪う力。そこから前にこう持っていく、こう、ドリブル持っていくじゃないですか、うん、ああいうのはやっぱりずば抜けてたかもしれない。うん、やりやすかったし、なんかそれまでの前のボランチってやっぱそこでしっかり止めて、はい、そこにつなぐだけっていう、はいはい、まあ、前の選手みたいなところが奪ってから前に出ていけて、はい、運べて、はい、運べて、うん、そこからやっぱ変なことしない、うん、もう自分は分かってるからね、うん、そこからできないからもうすぐ預ける。預けたらまたこうね、はいはい、なんか推進力があって、はい、預けるとこがまたいいとこで預けてくれる。なるほど、はい、おすごいね、いいメンバーだね、はい、じゃあボランチはもう一人って感じでいいんですか。もう一人ちょっと置きたいですね。置きたい。ほら、ここもやっぱりだって別にこれはワンボランチアンカーみたいなのでもいいんだけど もやっぱりダブルボランチっていうところが、うん、もう一人だから。いや、もう一人はね、やっぱヒデさん入れとかないと。あら、はいや、もうやっぱ、え、それはヨシトは どう。僕は大体2003年の時から結構やってる。2006年までそう一緒に、はい、やってるから、はい、初めて、はい、あのヒデと、まあ、代表になった。 どう思ってたの、そのヨシトの印象は、ヒデを。いや、もうテレビで見てたからすごい人なんだなって思ってて、うん、ちょっと怖いってイメージもあった、はい、最初はね、はい、ありましたけど、2003年僕20歳で入って、うん、20歳で入ってもう一番下だったんです。だからもうその時中山ゴンさんとかも入ってたし、うんうん、そのあの年代で、確かに どうしたらこう入っていけるかなと思って、うん、その時僕たまたまイタリアのチームからオファー来てたんですよ、うん、で代理人もいなかったんで、はい、こう自分のところにイタリアのイタリア語で書いてて、うん、読めない、うん、でこれ家にから持っていこうと思って、その合宿に。でヒデさんの部屋トントンってして、えっ、お前勇気あるね。ちょっと 略してくれませんかって言ったんですよ。言ったの、はい、したの。もう超優しくて、部屋が結構暗いんですよね、ヒデさんって。なんか化粧とかうわーって香水とかいっぱい置いて、綺麗に並べてなかった。超綺麗に並べてて、でベッドに座ってこう略してくれて、結局は行かなかったんですけど。大丈夫、暗くて見えてない。明るくした方がいいんじゃない。いや、それは言えなかったですよ、俺は。ヒデさんに見えない、明るくそれはマジで言えなかったです。もう申し訳なくて。ムーディーだったのね。はい、そうなんですよ。ああ、はい、なるほど。まあ、でもトントンって言っただけでもすごいと思うよ。いや、もう超勇気出しましたよ。うん、そんなこと、もう本当人見知りするから、うん、自分は、うん、練習場でも話しかけても練習のサッカーのことしか話せないからと思って、うん、はい、行きましたね。すごいね。でもちゃんと略してくれて。略してくれまあ、オフの時のヒデのイメージは、だからちょっと思ってたのと違ったってこと。全然違いました。で、めちゃくちゃ優しいし、うん、もう面倒見もめちゃくちゃいいじゃないですか。そうなのよ、後輩のね。はい、ほんで海外で、その後僕海外、スペイン行って、うん、海外組は別で行って別で帰るんですけど、うん、ヒデさんと、よし、行くぞ、うん。そう、気使うんだよね。はい、気使ってくれるんだよね。飲み連れてもらって、うん、
なんかいろいろ連れて行ってくれましたね。あ、本当、はい、ピッチ上はどう見てるんですか。ピッチ上は、うん、やっぱパススピードがねやっぱ違いましたねでもそれ結局さ、ヨシトがその経験積んでいく間にさ、はい、あの代表でもさフロンターレでも要求してたことじゃないの、はい、そうですね、そうですね、はい、だからその時は早いなとか思いながらでもまあこれが世界なんだろうなっていうのもあったし、真似をしないといけないなっていうのもあったし、うん、ヒデさんにパス出す時は思いっきりドーンって言いましたよ、うん、やっぱ若いですからねその時ね。そうか、はい、そうか、若かったんでできましたよね、うん、なるほど、はい、やっぱもうそこがもう決定的に違った、決定的に違った、なんだろう、お手本になりましたね。なるほど、はい、じゃあ、うん、ヒデとイナのダブルボランチっていうこと、はい、でいいですね。こっち強いな、確かにヒデさんと、うん、じゃあここから前はどうしていきますか。いっぱいいるんですよねここから。そうだよ、いや本当に難しいと思うよ。自分は入れないの。自分は入れないですよ。おお、ここまでだいたい自分をイメージして、いやいや代表であんまり活躍してないから、あんまり点取ってないんで、そういう問題で言えるのもなんかちょっと申し訳ない自分はじゃあ外すパターンで選んでいくっていうことですか、まあはい、外すパターンで、はい、そうですね、はい、左、お、左の中盤みたいなことですか。そうですね、中盤みたいな、はい、そういえば新次です、香川、はあ、香川新次、あ、はい、あいつはやっぱキックし、うん、スピードはもう全然ないんですけど、うん、やっぱりうまくこう中に入ってきてくれるんで、はい、中に入ってこそがコンビネーションだっていうのができるんで、うん、やりやすかったですね。サッカー感が合いました。合いましたね、うん、はい、なんとなくそれは分かりますね。すごいやりやすいっていうか、まあ年下なんで、うん、言うことも聞くし、うん、いや基本言うこと聞くやつを並べてないいや長友もそうだし、まあまあまあキーとなるとこはそうだね、その自分のこう ね、はい、関わるとこは特にね、はい、ちなみにはあのなんかどうなったと迷ってたんですか、いろいろ。いや、いっぱいいるじゃないですか、イヌイとかもいるし、そのドリブラーの人もいるし、うん、そうだね。だから、まあ、ちなみに今活躍してる左サイドの三笘なんかはどう見てんの、はい、いやすごいですよね三笘とは。だってどういや俺全然被ってないです、もう入れ替わり、入れ替わりで。じゃあ全然知らない、いや一緒に全然知らない。トップにも来てなかったんだもんね。はい、来てなかったんです。でそのまま大学行ったんで、うん、ヨシトがだからフロンターレ離れて、はい、で、まあ、フロンターレで出始めてきた頃って感じ。そうです、戻ってきて。そうだよね、はい、いやだけどめちゃくちゃやっぱいいらしくて、うん、フロンターレの選手は、うん、吉田さんがいたら、うん、もっと点取れてたよって言ってました。なるほど、はい、まあ、確かに僕の時レナとやったんですよ、うん、分かる分かる。レナともすごかったんですよ。であいつがいたから点取れたんですけど、うん、より三笘の方がやっぱすごいよって言ってました。あれよりすごいって言うとすごいっすよ。確かに、はい、じゃあ一緒にやってみたかった選手ではある。やってみたかったですね、そうやって言われてみれば。でも中に待っとけばいいですからね。確かに、はい、逆にもうそこはもうどうぞあなたのスペースでってやらしとけばね。はい、でシュートだったり、うん、まあ、センタリングとかやったらもう逆サイドにシュート思いっきり打てよって言っとけば多分打つじゃないですか。確かに、なんかもう確かにまあでも左はまあたくさんいるけどやっぱ香川、そうですね、新地、はい、また戻ってきますからね。そう、楽しみですね。楽しみですよ。めちゃくちゃプレッシャーあると思います。逆に、ね、周りの期待がやっぱすごいですから、うん、確かに。で当時のように体が動くかも分かんないじゃないですか。経験値はあるけれども、はい、みんなのイメージはもういい時のイメージしかないですから。セレッソの時のとか、はい、そうなんです。ドルトムント行った時のとかそう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 ね、はい、そっかそっか。まあでも楽しみではありますね。めちゃくちゃ楽しみ、早く見たい、うん、右サイド。じゃあ左が香川で右が中村俊輔。おお、真ん中にも置きたかったんですけど、まあ、俊さんはためを作ってくれるんで、うん、左で左で、はい、で中に入ってズドンもあるし、あ、だから右に、中村俊輔を置いて、はい、で、まあ、中にこう勝手にできるしため作れて、はい、そこからのパスって、はい、逆に言うと右サイドはもう縦の突破っていうのも、はい、起点を作る、もう起点を作る、時間をこう作ってくれるっていうのは僕は好きですね。やっぱり俊輔はすごかったですか。すごかった。こう見てるとやっぱ違いましたね。あ、ここに出してくるんだっていうのがあるから常にこう準備しとかないといけないし、ほう、こう、あ、ここには多分出せないなって思うけど走ったら絶対っていう。で、あのパスも優しいパス、
ヒデと違うね。違いますね。なんか俺のイメージはヨシトはこう動いていて、どちらかというと自分のタイミングで出てきてない、なんで見えてないんだよ、はいはいはい、なんで出さないんだよっていう方が多かったんじゃないかなと思うけど、俊介は違った。違いましたね。もう見てた、ここに、はい、でそこに出すためにどこにボールを置いたらいいかっても多分全てボールが来る前から分かってるから。え、じゃあヨシトはイメージしてないところにも出てきてることもあった？ありました、ありました。それで準備できない時もありましたから、あ、ここに出てくるんだ、あ、やばいなっていうのはありました。そういう選手はじゃあ少ないんじゃない、ヨシトの中で。少ない、少ないです。本当に少ない。もうなかなかいないですね。だからほぼほぼいない。はい。じゃあもう見てる世界が違うってことかな。違うと思いますよ。面白かったですね。でなおかつキックも正確だし、キックも正確だし、ほぼほぼずれることないから、はあ、もうそうなんだ。カチッと合えばもう絶対点取る。なかなかでもああいう選手も生まれないでしょうね。そうだね、はい、そうだよね。あんだけキックがうまくて、キックうまくて、うん、で蹴り方も普通じゃないしね。普通じゃないです。あんなの普通蹴れないもんね。はい、本当にもうサッカー好きじゃないですか。もうサッカーバカっていうか、サッカーバカで、ね、まあちょっとまあ本当にサッカーを突き詰めてね。そうですよね。うん、マニアじゃないけど、うん、すごいですよ。で面倒見もめっちゃくちゃいいし、僕ジュビロの時一緒にやってるんですけど、うんうん、もう二人とも通ってたんですよ。うん、2時間半かけて、うん、もうシュンさんが常に、まあ常にじゃないけど車で乗していってくれて、うん、面倒見いいんだ。面倒見です。で、うん、後ろもう本当にもう運転手さんですよね。その時は後ろをこう広くしてくれて、僕はこうで俊介運転して、運転してで DVD ついてるんで見ながら、俊介寝て何2時間ぐらい何喋ってる、何喋ってる。いや僕寝てるんですよ。え僕寝てるんですよ。ちょっと待って、先輩俊介運転してくれて、はい、後ろで寝てんの？はい、寝てる。朝早いの？朝5時出発とかなんですよ、朝の。いや分かるよ、それは早いのは分かるけど、一応先輩俊介が運転してるわけでしょ、はい、ちょっとこう我慢してた。最初我慢ですよ、うん、我慢するんですけど、やっぱ DVD もついてるし、やっぱ眠くなるんですよね、うん、でバレないようにって思うんですけど、うん、まあ俊介は多分ミラーで見てますよね。いや視野広いからね。はい、視野広いから見てますよね。けどいつの間にか寝てて、うん、パーキングとかで朝ごはん食べて行こうってなった時に、よしよ、着いたよって。そんな感じで起こしてるの？はい、パーキング行こうって言って食べて、かー行った。優しい。だから僕もでも運転します、しゅうさん、もう俺運転しますよって、うん、思ってもないし、はい、自分の車で思ってもでも1回だけあったんですよ。本当に1回だけなんですけど、でもお前の運転で俺は死にたくないって言うから、自分のね運転で、なるほど、はい、ミスって死ぬ。でもなんかそういう性格っぽいよね。そうなんですよ。寝てるって。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。じゃあもう右はだからまあ俊介ため作ります、はいはい、この感じでいくとまあ4231的なちょっとね、はい、でもあるけれども、トップ下はですね、このトップ下はもうここはもう中村健吾。ああ、はい、健吾、はい、いや僕、まあ、代表でもそうだけどフロンターレで長くやって、まあ、上手いっていうのは分かってたんですけど、うん、一緒にやってより分かりました、ね。いや本当すごいですよ。すごいっていうか、それはほら俊介とはまたちょっと違う。また違いましたね。こう抜け出して、うん、今って思ってる時、まだ健吾さんの方向いてるんですけど、うん、今出してくれたらいけるっていう時に、うん、もうこれも分かってるんですよ。もうこのタイミングで出してくれる。その今にも出してる。今出してる。とか自分の方を見てないんですよ。はい、だけど俺はもう動き直そうと思って。うん、動き直してるんですけど、うん、違うとこを蹴ろうとしてるんですけど、うん、モーションに入ってて、うん、そっから変えれるんですよ。あ、健吾は違うとこに視野を置いていたんだけど、はい、そのもうモーションに入ってる瞬間に、はい、ヨシトの動きが入って瞬時に変える。変えれてるんです。股関節かな、なんかすもう変えるんですよ。じゃあもうその角度とかもこうこれで変えちゃう。そうなんですよ。だから多分取れないっていうか、ディフェンスは騙される。あ、確かに、はい、確かに何かイメージは、まあ、それは健吾はそのとっさに変えてるのか、意図的にやってる部分もあるのかな。多分意図的にはあると思いますね。で、まあ、はい、まあこう体の角度とか向きでこっち向いてるけど、うん、ここは見えてて
この状態の中からこっち出すとか、はい、結構そういうのやってるよね。はい、でうまいですよ。でもあこれ来ないなって、右足切られたなと思ったら、うん、瞬間左足に帰って左足で同じようなスルーパス出してくるから、か両足、はい両足で、だからもうこっちはもう走りがいがありますよね。あもう絶対出てくるから、うん、ディフェンスの駆け引きだけで、うん、もう勝てば、うん、もう絶対点取れるなっていうのが分かりました。それはもう練習中からそれをやっぱりこう呼吸を合わせていってたの。そうですね、サッカーの話は全くしないですよ、うん、え普段も普段も全くしない。ここに出してねとかも、もう言ったこともないし、なんかまあ試合中でこう修正することもありますけど、うんうんうん、もうそれだけです。だからあと2人でもうなんか遊び玉使えって風間さん言われたんで、うん、ちょん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 やってもディフェンスやっぱ来ないから、うん、この時に、うん、あのなんとなく喋りながら、うん、パスでその喋りながら、はい喋りながら、うん、で出して空いた瞬間に俺が行けば息子に出してくる、うん、だから面白い。サッカーはめちゃくちゃ面白いです。あなるほどね、はい、もうだいない、これこそいないです。いない、出てこないと思う。はあ、健吾、はい、トップ下。あすごいね、こう中盤ね、はい、ちょっと松永さんだけは気になるけど冷静に見るとね、まあ、もう子供の頃からの吉田の憧れですから、はいうん、じゃあもうあと一人、はいまあ、フォワード、はい、いやフォワードもこれはもういっぱいいて、いろんなタイプがいるから、うん、そう難しいんですけど、うん、このメンバーで見てみたいっていう人ですね。あこのメンバーに入った時のこの選手を見てみたいってこと。はい、ほうじゃああんまりこのメンバーの中にいなかった選手、うん、いないですね。いないですね。ちょっと鎌本さんとかやる正解え鎌本さんでしょ見てみたくないですかこのメンバーでこのメンバーでだからまためちゃくちゃ点取るかもしれないし、まあそうですよ、めちゃくちゃ文句言われるかもしれないし、うん、どっちかですけど、うん、見たい、見たいですね。いやもうほら吉田も鎌本さんのことはもちろん知ってて、はい、まあライブではもちろん俺も知らないけど、はい、やっぱ昔の映像とかまあ見させられたり、はい、なんで笑ってる見るわけじゃない、はいはい、やっぱりちょっと同じフォワードからしても、はい、あの人のこうシュートとかいろんなのってやっぱおっと思っちゃう。そうですね、年代違うけど、はい、いやもうみんながすごいって言うじゃないですか、うん、でもあ俺あんま見たことないんですよ、うん、みんながみんなすごい、鎌本すごいって言うから、はい、でももうこれだけのメンツがいたらあのボックスのとこにいればボールは来るし、出てきますもんね。もう必ず決める人ですからね。そうですね、ドーンと打てば、ドーンと。いいですよね。見てみたいですよね。ドーンと打てばもう決まりますから。確かにね。ヤンマーでネルソン吉村って前言ったじゃないですか。はい、それで鎌本さん一緒に出るからネルソンがこうパスを出したり。うん。だからそういう中でもうネルソン吉村が僕スカウトされたんですよ。あ、そうなの？はい。それで鎌本さんのことをずっと言ってたんで、うん、あ、そんなにネルソンが言うぐらいすごいんだ。すごいんだっていう。はい。まさかの、ね、俺もまさかとは思ったけどでもこのメンバー見たいっすよね。まあまあね、でも多分怒られる可能性もありますからね、ヒデさんとかに何やってんだよとか、そういうカモさん見てみたい。ヒデがカモさん怒るの、はい、おいガマって走れよって走れよって面白くないですかそんなの考えたら見てみたい、ね、足元じゃねえよっておもろいよ例えば鎌本さんはもちろんこう見たいって言われたけど、はい、ここに逆にフィットするとか、はい、そういう現実的なことで言うと誰かを思い当たる、まあ、自分がやってきた中でもいいんだけど、いやもうだ高原さんとかもやっぱあい、まあ、多分このメンバーでやってるんですけど、やってるからね、はい、だから柳さんとか、柳とか、はい、確かにね、もう合うと思います。うん、まあ、今の代表で言えばその前田大然とか浅野とかもやっぱバンバン出てくるんで裏の、うん、だから今のこの代表ってそういう選手なかなかいないじゃん、パスターが、うん、いないからもっと良さを出すんじゃないかなって、うん、この中盤確かに思いますね。確かにね、うん、でトゥリオとか後ろで、ね、ディフェンスしないと怒るからあの、ね、大然とかも頑張るじゃないですか頑張るね、なるほどね、うん、おいやいいんじゃないですか。
あのシンジとかはやっぱりヒデとかシュンスケとかとちょっとやっぱり年代が違うのかな、うん、だからヒデとこうシンジがこうプレイしたらどうなるのかなとか、いやそうですね、うん、そういうのはちょっと楽しみだよね。いや、いっぱいいますね、いっぱいいる、本当シンジさんとかもいるし、ね、だからケンゴとかもヒデともちょっとこう入れ替わりみたいな、そうですね、なんか言ってたんだよね、言ってないですよね、だから面白いよね、うん、うん、こちらさんはゲームもあるじゃないですか、うん、あのサッカー、はいはいはい、うん、これでやるのも面白いですよね、うん、確かに確かに確かに、カモさんいないでしょうけどね、カモさんいるんですよ、いるの、カモさんめっちゃめちゃ活躍する毎回もうカモさん俺真っ先に取るから、それぐらいすごい、全部収まるどんなボールでも収まるから、間違ってなかったですね、間違ってないです、間違ってないですぜひやりましょう、お願いします、はい、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、またお願いします、お願いします、過去最強って言っても不思議じゃない、いや最強でしょうね、うん、はい、でもやっぱりダルビッシュ大谷この2人に関しては世界でもトップ、これはファインプレーですよね、まず監督選びの時点で、うん、はい、佐々木朗希君どうなんだとか、完全試合やった日ってのはね、 おそらくメジャーの選手が来てもあのボール投げたら当たんないですよ、ダルビッシュを中心に回るんじゃないかなっていうふうに思ってるので、